はい、今日ね、目の前に素敵な衣装3つ並べてみました。この間からね、今日はお届けしたいなと思うんですけども、アメジストドームということでね、まあ、またかよと思われるかもわかんないですけれども、まだまだ店内にはご紹介してないアメジストドーム、可愛らしい子もありますから、お届けの方をしていきたいなと思ってます。で、今日ご紹介するこの3つというのはね、ペアではないんですよ。シングルタイプということで、ペアのアメジストドームではないんですけれども、すごくね、このまず真ん中の大きい子っていうのは結晶が大きくて、そして照りもいいということなんで、安定感も抜群ですね。で、両サイドの子は台座付きでね、これまたあの安定感が抜群で、照りもいいし色も綺麗、まあ、こちらの子はね、縁の部分が白くなってて、これはこれでね、またね、魅力的で可愛らしいです。で、どこにでも置けます。この両サイドの子なんかでいくとね、まあ、そこまで重たくもなくて25キロとね、これがね19キロということですから、そんなに重たくない。まあ、重たいんですよ重たいんだけども、もう置いてしまったら向きを変えれないということではないですから、台座もついてますしね、自由なところにまあ置けるということでね。で、先日もね、アメジストドーム、ご覧にね、ご覧になられた方がいらっしゃってね、まあ、来ていただいて、で、まあ、玄関に置きたいんだけどということで、やっぱり皆さんね、やっぱり玄関にアメジストドームを置きたいと言われる方がやっぱ本当多いね。で、そうだな、ポンポンと連続でね、2人2組の方が見に来られたんですけども、1組の方っていうのは本当大きな玄関だよね。まあ、お写真でね、玄関の写真を見せていただいたんですけど、まあ、ホテルですわここはっていうぐらいのね、大きな玄関だったんですけどもね、正直ね、まあ、そういうところにね、そのような大きな玄関をに置きたい場合っていうのは、ちょっとね、こういうタイプっていうのはね、もしかすると迫力に欠けてしまうのかもわかんないんでね、少しやっぱりこういうね、大きいタイプの方がいいのかもわからないですけども、なかなかそこまでね、大きな玄関っていうものが羨ましいですよね。なかったりしますから、そういう時にはね、これぐらいのサイズっていうのをね、置きやすいし、まあ、それでもまだ置けないんだよっていう場合もね、もっと小さいアメジストドームなんかもありますから、置いていただいたらいいんじゃないのかなと思います。で、いつもお話するんですけども、アメジストっていうのは、まあ、風水的なところなのか、皆さん玄関に置いてね、いい気を取り入れるんだよということで情報発信されてる方が多いですから、やっぱりアメジストは玄関にって考えられる方が多いんですけども、確かにもうそれでいいんだけども、なかなか玄関に置く場合っていうのも場所的にね、難しかったりする場合も多いじゃないですかね。靴箱がこうきっちりあってね、でその上にある程度の奥行きがあって、横幅があってっていうことであれば、こういうものも置けるんだけども、その靴箱もなかったりする場合っていうのも結構あるじゃないですか。じゃあそういう場にどうするのかっていうと、なかなか玄関に置きづらいね、玄関に何か棚か何かを後でこう備え付けていただいて、でそこに置くって言っても場所的なスペースが難しいよっていう場合は、別に玄関に置かなくてもいいですからね。アメジストドームっていうのは別にリビングでもいいし、寝室でもいいし、どこでもいい。ただおすすめしたいのはね、それこそアメジストドームを2体3体4体お持ちの方であれば、玄関にとかリビングにとか寝室にって分けて置いていただくのはいいんだけども、なかなか初めてのアメジストドームを購入された時、そして玄関に置く場合が難しい場合っていうのは、できることならば人が集まるところにまず1体は置いていただきたい、ね、人が集まる場所ですよ。だからそれがリビングになるのか、何かみんなが集まるね、そのまあ何でしょうね、まあ、お客様の例えば事務所とかであればね、そのお客様が集まる、打ち合わせに使う応接ルームっていうんですかね、そういうところに1体を置いていただくとか、普通のご自宅の場合でしたら人が集まる場所に置いていただいて、でそうすることによって何がいいのかっていうと、必ず話題に上がるじゃないですか、ね、石に興味がない方でもある程度大きさのあるアメジストドームなんかを見ると、ね、必ず、まあ必ずって言っても別にね、全然触れない方も中にはいらっしゃるのかもわかんないんですけども、まあ、社交辞令でもね、人のところに行って大きなアメジストドームなんかがあると、まあすごいですねとかね、これアメジストって言うんですかとかね、まあ、お値段のことで、まあ、高いんでしょうみたいな話もいるのかもわからないし、話題に上がるじゃないですか。で話題に上がるとそこで会話が弾みますよね。するとその場がね、和むんですよね。
で、そういう和むための一つのツールとして使っていただいてもいいし、で、そこでいい空気が流れますから、ね、いい気が流れる。そしてその場にいる人もいい気になるし、お客様もいい気になるし、そこに来てくれた方もいい気になるし、そしてそこで話題があると、そのアメジストを持ってるその持ち主様も嬉しい気分になるじゃないですか。するとその中の空気感っていうのがいいエネルギーに満たされるわけですよね。商談だったらいいように商談が進むでしょうし、ね、会話もいいように流れていくだろうしっていうことで、みんなウィンウィンでその場の空間全体がね、やっぱり盛り上がるし、素敵な波動に満たされますから、やっぱり1体目っていうのは人が集まる場所に置いていただく。そして2体目は寝室に置いていただく。ね、寝室っていうのはあまり人が入ってこないじゃないですか。知らない人がいきなり寝室に入ってくるなんてことはないんで、あまり人の目には触れないんだけども、寝室にこういうものがね、アメジストドームが枕元にあるとかっていうことになるとね、もう最高でしょ。このアメジストのエネルギーを受けながらね、寝れるわけですから、いい夢も見れそうですしね、次の日を頑張るための活力、英気を養うための最高の場所になりますからね。2体目とかっていうのはそういうふうに使っていただいてもいいんだけども、1体目っていうのはやっぱり人が集まる場所、玄関に置けないんであればリビングとかにね、置いていただいたらいいんじゃないのかなと思いますよ。ね。で、向ける向きっていうのも別にね、例えば神棚とかっていうのはやっぱり東から南に向かっての方向に正面を向けるのがいいですよ。やっぱりエネルギーが強い場所から、東から南に向かってのこの方角っていうのがエネルギーが強いですから、その向きに正面を向けて置くのがいいですよなんて言われたりするんですけども、ただ神棚もそうなんですけども、家の作りによってそちらの方向に東側に正面を向けれない場合だってなんぼでもありますよね。南側に向けれないんだよとかっていう風な作りになってる家もいっぱいありますから、そこは家の作りに応じてね、そこまで神経質に考える必要はないです。別に絶対こっちの方向に向けなくちゃいけないんだっていうことはない。だからそれと一緒でアメジストっていうのを別にどこの向きに向けなくちゃいけないんだっていうことはないです。別に置きやすい場所に、置きやすいところに置いていただいたらいいんじゃないのかなと。玄関の入り口に向かってアメジストを後ろ向きに置くなんていう方はなかなかいないと思うんですよ。まあ家の中から玄関を見た場合ってのは正面向いてると、それはね気持ちよかったりしますけど、いきなり人が入ってきて真正面がね裏向いてたら、まあ、なんだこれはっていう話になるじゃないですかね。で、風水のその原則、原理原則っていうのは、例えばここの向きにはね、この色を置けばいいですよ、この方角にはこのカラーがいいですよなんていうのはあったりするんだけども、原理原則っていうのはその場に応じた、ね、雰囲気作りっていうのが大切なわけですよ、ね、いくら龍がなんか上り龍がいいですよなんて言っても、なんか大きなね龍が描いた絵をねここに置きますかみたいな話ってあるじゃないですか、うん、例えばアメジストドームもそうですけども、この場所にその大きさのものを置きますかっていう、なんか違和感とかいうのがあったりするじゃないですか。ここの場所にその赤のカーテンを置きますかとか、なんかいろいろ、まあ例えばですけどね、あったりするじゃないですか。この場所にそれみたいな。ね。で、そこに、マッチするっていうのが風水の原則ですから、あまりその見た方、触れた方が違和感を感じるっていうふうになってしまうと逆効果になりますから、その家に応じたサイズであったりだとか、その家のテイストに合った形のね、ものを置いていただくっていうのがやっぱり原理原則になりますから、そんな感じでね、アメジストっていうのを、大きさっていうのは考えていただいたらいいんじゃないのかなと思いますよね。まあそんな感じで今日はね、この3つ、いっぺんにね、詳細なところをお届けして、また最後にね、少し登場してみたいと思います。まあそれでは今日はこのブラジルで採掘されたアメジストドーム、シングルタイプを3つね、今からご紹介させていただきたいと思います。それでは今から詳細なところをお届けしたいと思います。前半でね、こう光の加減でね、途中から、光がこう当たりすぎてというかね、光の角度で赤くというかオレンジ色にねなってたと思うんですけどもね、こんな形で実は綺麗子だということですよね。まあ、それでは左の子からね行ってみたいですよね。ずっと寄っていきたいと思います。これも綺麗ですよ。こんな感じでね、台座付きですよね。これはね、寄っていきますね。まあ、この子はね、一言で言うとね、もう結晶というかね、全体的にもうワイルドですよね。かっこいいね。
大きいんですよね、結晶が。これもね、でこの子とか見てください、これ可愛らしいですね。でかいでしょ、もうゴツゴツしてますよね。この辺なんかもね、すごくでかい、一つ一つがね、ものすごくでかいですね。でここがね、ぐーっとこう入ってるんですよね、奥にね入っていくんですよね。この辺がね、ずーっと奥に入っていくっていう感じですよね。でかいでしょ、一個一個がすごくね、しっかりしてますよね、結晶がね。こんな風になってますね。右の側面ですよね。でこの辺もね、ここなんかどこ、これここですよね、この辺。下向きにね、結晶がね、ずっとコウモリがねぶら下がってるみたいにね、こんな感じですごくかっこいいですよね、いかついね。でずっと上がってきて、これが上ですよね。この縁もね、また綺麗ですよね、この縁ね、ずっとね。でこんな形でね、上の部分ですよね、一つ一つが大きくてね、しっかりとしてますよね。この辺なんかもね、すごく綺麗で、でもやっぱここですよね、ここがかっこいいですよね。この辺ね、ずーっとなってね、こんな風に見えてると、しっかりしてますよね。ちょっと引いてみますね、こんな風に見えてるね、かっこいいですよね。まあ安定感も抜群ですからね、台座がついてますからね。でどこにでも置けるサイズという、まあちょっと大きいけどね、あの迫力がありますよね。まあでもまだね、置きやすいサイズじゃないのかなとは思いますよね。こんな風になってます。まあそれではね、サイズ実際にね行ってみたいですよね。まず横サイドからね行ってみたいですよね。どれぐらいかな、まあ台座入れてですけどね、この辺かな。横が31センチとかね、32センチ弱っていう形ですよね、横がね。そして奥行きがですね、ここですから、この辺かな、奥行きが25、6っていう感じですよね。奥行きが25、6、そして高さがどれぐらいかというとね、下の部分からずっと上がっていきまして、上が40ね、3、4センチっていう感じですよね。そんな感じですよね。でこれね、重さがね、これは何キロだったかな、25キロですよね。まあ持てますよね、25キロぐらいならね。これが一番最初の左の子ですね。次真ん中の子、一番中心のでかい子ですよね。一回離れますね、こんな風に見えてた子ですよね。そしてずーっと下の部分からね寄っていきたいですよね、こんな感じね。でこれはね、見てください、これちょっとぼやけてるかな、この白いね、雪のようにまぶされた、あらららら、ちょっと今ボケましたけどね、こんな感じ。これカルサイトですよね、可愛らしいですよね。ふりかけのようになってますけども、こんな感じでカルサイトがずっとね結晶にあって、で奥行きがね、まあまああります。これはね、奥行きがね結構ありますよね。でこの子もね、結晶の一つ一つの粒がね大きいですよ、しっかりしてます。そして色が濃い、照りがいいですよね。こんな感じでずっと、この辺なんかも結晶がでかいですよね。こんな風にずっと上がっていくね。そしてここが上ですね、こんな感じでね、この辺とかかっこいいですよね。結晶が大きいですよね。そして色が濃くて照りもいいですよね。でずっと下に来て、ここにカルサイトがねずっとあるという感じですよね。まあこれちょっとね、ブレスレット入れてみたいですよね。これはどんな感じかというと、こんな風にね、ブレスレットもね十分置けますよね。ちょっとボケてますね、こんな感じね、こんな感じでブレスレットも十分置けると、ね、左の子もね、ちょっとねさっき置いてないんでね、一回左の子もね置いてみたいですけど、この子もね少しサイドにこんな風に十分ね 2,3 本は置けますよね、こんな感じでね。でこれが真ん中の子でしたよね。まあそれではね、サイズ真ん中の子行ってみたいですよね。
まず横行ってみたいですよね。横がねこの辺ですから20、これは3ぐらいですかね。ちょっとこの辺がね膨らんでますから23ぐらいですよね、横がね。そして奥行きが、この子はねこんなもんかな、この辺ですから、奥行きが26ぐらい、26、7ですよね、奥行きがね。そして高さが、ここはまあまあありますよ、高さがね。ね、ここからずーっと上がっていってここですから65ぐらいですか、高さがね。結構でかいですよね、高さが65のアメジストということですからね。まあ置いた時のね迫力は半端ないですよね。少しね台座なんか置いていただいて、置いてねその上に飾っていただくと、もう1メーター超えになってくるかもわかんないんで、すごい迫力が出ますよね。まあ、これが真ん中の子ですね。次右の子行ってみたいですよね。これが3つ目の子ですね。右端のアメジストになってます。これもねバランスがいいですよね。このね真正面から見たね可愛らしい形してますよね。でこの子も台座付きですから安定感も抜群ということですよね。で下の部分からね行ってみたいですよね。この子はねこの辺のね真ん中の子と左の子と比べてね、縁がこうね優しいラベンダー色をしてるという形ですよね。こんな風に見えてますね。また可愛らしいですよね、この縁がね、この辺がねスーッとね優しい色合いをしてますよね、こんな形で。でこれも一つ一つのね粒はね結晶はね結構でかいです。大きいですよ、すごくねしっかりしてますよね。こんな風にね一つ一つが大きいですよね、結晶がね。今回全部結晶がね大きくて迫力があってワイルドですよね、どの子もね。これが上の部分ですと、ね、優しい色合いをしてますよね。こんな風にね見てるだけでも癒されるんだけども、存在感があって圧力はやっぱりねいいですよね。まあ今日3つねアメジスト並べてその前で撮影してますから、やっぱりね気持ちいいですよね、すごくね。うん、でエネルギーがありますから、なんか汗がねなんか出てくるような感じもしますよね。でかいでしょ、一つ一つねしっかりしてますよね、結晶はね。こんな感じで、でこの子はね奥行きがそんなにないです、ここまでね。だからブレスレットを置こうと思うと、ちょっとこの子はね横に置くのが難しいんで、無理やりね今縦に置きましたけど、こんな感じじゃないと、ちょっとまあ8ミリブレスレットとかだったらね置けるのかもわかんないですけど、これ16ですからね、16のブレスレットちょっとねはみ出しちゃうかもわかんないですよね。こんな感じでね、まあ置けなくもないよということですよね。まあそれではねサイズいってみたいと思いますよね。サイズがねまず横行ってみましょうよ。横がねよいしょ、こんな感じで、これがここですから、どれぐらいですか、22ぐらいですか、横がね、横が22。そしてね奥行きがどれぐらいかというと、ここからですから、どんなもんですか、19とかいう感じかな、19センチぐらいですよね。そして高さが下からねずーっと上がっていきまして、この子で45ぐらいですよね。そんな感じのサイズになってます。左の子って、一番左の子がね高さがね、もう一度いきますけど、これが43センチ4センチぐらいですから、若干ね左の子が1、2センチ小さいのかなっていう感じですよね。これ引いてますけどね。こんな形で今日はね3つお届けしました。左の子もかなりワイルドでいかつくてね、で真ん中の子は60センチ超えだったかな、かなりでかいですよね。で左の子がね少し優しい感じの色合いをしたねアメジストということで、今日はね3体お届けしました。まあ、今回はペアじゃなくてシングルということでねお届けしてるんですけども、十分ね迫力がありますし、両サイドの子に関してはねある程度台座もついてますから、動かせやすいっていうんですかね、動かしやすくて
ね、好きな場所にね、置いていただけるんじゃないのかなと思います。まあ、アメジストは実際にね、やっぱり見て、ね、で、手を入れていただいてね、エネルギーを感じていただいて、楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますから、お近くの方はもちろんですけども、少しね、遠方の方でも見に来ていただく価値はあると思いますからね、ぜひね、この3つもね、また見に来ていただければいいんじゃないのかなと思います。そしてまだね、この動画のチャンネル登録がお済みじゃない方はね、ぜひこの機会にチャンネル登録をしていただければ嬉しく思います。まあ、それではまた次回の動画でね、お会いしましょう。ということで今日はブラジルで採掘されたアメジストをね、3つご紹介させていただきました。ありがとうございました。